はい、どうも、トモキーです。今回は、こちら、カロリングの条件の、取れる場所を紹介していきたいと思います。前半ね、結構使ってて、かなり強い、最強武器かなと思ったんで、こちらの場所を紹介します。あとね、質問でも来てたんで、今回動画を、作成しております。なんか質問あれば、コメント欄に書いてもらえるとね、動画作るんで、こちら、まあ、長剣なんで、片手しか持てないです。はい、もう一方の手に盾や両手武器、これは持てないです。片手武器だけど、これね、リーチが長いんで、2,3 人敵がいるとこでもなぎ倒せます。かなり強い。では場所を紹介します。はい、ワールド地図で見ると、一応ね、イングランドなんですけれども、こちらイーストアングリアのこの辺ですね。今、矢印のある場所、この辺なんですけれども、はい、森の隠れ家、高警戒区域の、森の隠れ家の、真ん中辺にある、この、赤いね、この小屋というか建物の中の、ここの宝箱にあります。ここです。ここにあります。あるんで、これぜひ、取ってみてください。カロリングの長剣、かなり強いです。これはね、もう、結構前半、最強武器と言っていいぐらい。リーチが長くて、威力が高い。で、2,3 人いても、敵が2,3 人いても、全部なぎ倒すことができる。ちょっとね、戦闘の、映像もちょっと流したいと思います。はい、それではまたいろんなね、使える、武器や、攻略、紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。